心診療所チャンネル。診療内科精神科の病気。今回は心身症についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。心のストレスが体に来るという話はよくありまして、その文脈の中で心身症という言葉も出てきます。一方で似た言葉がいくつかあったり、本来と違う意味でこの心身症という言葉が使われる場合もあります。今回はこの心身症について全般的に見ていきます。 まず、心身症とはということですけれども、ご質問としてあるのが、心身症とは心の不調は体に出ることですねという質問がありますが、これは大体は合っているんだけれども、厳密な話をするとやや違うというところがあります。心身症の定義になります。これは、あの、心身医学会の定義なんですけれども、発症や経過に心理社会的な因子が密接にかかっているというところ、そして、体の器質的もしくは機能的な障害がある状態と。 定義上はあの背景に神経症やうつ病などがあってそういう精神障害に伴う身体症状は厳密には除外するという,うされます。これ図に表しますとまずストレスがあってそれによって体の病気が何か出てきてしまっているとこの状態が心身症になります。心身症で出る身体疾患を見ていきますとこれはストレスで悪化するものを一般が言えます。 逆流性食道炎であったり胃潰瘍であったりアトピー性皮膚炎、ジンマシンなどもあったりします似た疾患との鑑別というところを見ていきますといくつか似た言葉がありますそこを見ていきますまず一つ目は心器症ということがありますけれどもこれは体の症状や病気の不安にとらわれるんだけども何か該当する身体疾患は実際にはないというところこれしばしば背景にはうつ病や適応障害、不安障害などがあったりします 2つ目が身体表現性障害です。これは1つ以上の体の症状の自覚が続いていると、そしてそれを考えすぎたり、強く不安になったりするんだけども、検査などしても特に異常はないというものになります。続いては自律神経失調症になります。これは体の自律神経交感、神経、副交感神経のバランスを崩すことによって。いわゆる狭い意味の診断士しかないんだけど、様々な体の症状が出るというところ、これはしばしばストレスやうつ病などが関与しているということがあります。 これらと心身症の共通点及び違いを見ていきますけれども、共通点としては、ストレスが強く関与しているというところ、ここは共通しています。違いとしては、実際に身体疾患、体の病気があるかないかというところになります。典型的な心身症というところで見ていきますと、まずは、ストレスにより悪化する逆流性食道炎。二つ目は、ストレスにより悪化するアトピー性皮膚炎。 あとはストレスの時に発生するじんまし、あ、こういったものはストレスがあって身体疾患が明確にに発生していいるというとうころになります。一方、まあ、判断が割れたりどっちも合併しているようにも見えるものというのがあります一つ目としては過敏性腸症候群、これはストレスによってのお腹の不調なんですけれども、まあ、あくまでそれはストレスの反応の症状だから神、まあ、身体表現性障害を一つと捉える自律神経症,症状と一つと捉えるというやり方はあるんですけれども 一方でこれは身体疾患だから、まあ、機能的な身体疾患だから心身症だという捉える見方もあったりします。続いてはストレスで悪化するような慢性疼痛。確かに慢性疼痛を身体疾患と捉えれば心身症ですけれども疼、まあ、痛というのは原因がなければ、まあ、身体症状を一つとして捉えて、まあ、自律神経症,症だなだと見る向きもあるかと思います。あとはストレスの時に目立つ動機というところ。動機といううのはもう 精神疾患伴う症状というところもありますし一方で不整脈の一つを捉えれば、まあ、心身症と捉えられないくもないというところがありますこのように実際には結構重なる部分であったりどっちか切り分けにくいという部分は少なからずあります続いてが心身症の診断というところになります基本的には臨床的な診断になります、まあ、診断でまあ大きく見ての3段階というとお話もしますけれどもまずは体の病気を確認するというところ そして標準的な治療が何かうまくいかない難航するというところその上でストレスや精神不調と連動しているというところをこの3中で見ると臨床的に診断しやすいかと思います例としては逆流性食道炎心身症というのは逆流性食道炎を見ていきますまずは胸焼けなどがあって胃カメラを見るとそういう逆流性食道炎の所見があって確定診断になったと一方で内科の薬いわゆる胃薬を使ってもなかなか症状が良くならないと よく聞いてみるとストレスがあった時に胸焼け悪化するなどかなりストレスと強く連動しているところがあったとこれらを3つを合わせることでこれは心身症であろうというところの臨床的な診断になります。続いて心身症の治療というところですけれどもメンタルの対策を合わせて行うというのがポイントです。心身症の治療の基本としてはまず身体疾患の治療はするその上でプラスしてメンタルの対策をしていくということになります。 まず身体疾患の治療を見ていきますと、まあ、そういう必要な身体疾患の治療先ほどの逆流性食道炎に対してのいわゆる胃薬であるようなそういったものはありますただし効果に関しては、まあ、ストレスが絡んでいるので、まあ、本来の身体疾患の治療と比べると限定的だったりあまり効かないということはありえますなのでメンタル面の対策はやっぱり並行してやっていきましょうということになります2つ目がメンタル対策になりますけれどもこれは背景の精神的な対策一般をするというところになります 実際に何を行うかというと基本的にはいわゆるうつけんうつ病適応障害の治療とかなりかぶるところが大きいと思います具体的に見ていきますと薬物療法環境調整あとはいわゆるストレスマネジメントになります少し詳しく見ていきますと薬物療法としてはいわゆる抗うつ薬うつの薬だったり抗不安薬漢方薬などが候補になってきますうつ病など背景の精神疾患が実際問題としてあった場合はその標準治療をしていくといいというところがあります よりストレス反応的な要素が強いということであれば、まあ、薬に関してはあくまで補助的に使っていくというところになってくるかと思います。続いてが環境調整になります。これはまストレスの中でも外的なストレス、外側からのストレスが大きい場合には特に有効になってきます。まあ、職場であったり、家であったり、プライベートなグループであったり、まあ、そういったところに対して適宜介入をすることを検討していくと。そしてまあ中には休職しても休養というのも一つ選択肢の一つには状態によってはなってくるかと思います。 スストトレスマネジメントになりますこれはまあ内的内側のストレスが大きいストレスをためやすいなどのことが大きい場合に特に有効になってきます。一番基本としてはまあストレスの発散や疲労の回復、まあ、こういった方法を整理したり増やしていったりすることその上でもし考え方の癖対人面の癖があってストレスが溜たまりやすいということがあればその振り返ると調整をしていくことになるかと思います。今回は心の内科精神科の病気心身症について見てきました。 心身症とはストレスを背景に発症悪化する身体疾患でありまして逆流性食道炎はジーマシなどが典型的であります身体疾患の有無で心器症や自律神経失調症などと区別されるんですけれども実際にはなかなか分けにくい状態というのも少なくありません治療は身体疾患の治療とメンタル対策を組み合わせてやってきますこの中でメンタル対策に関してはいわゆるうつ病適応障害うつの治療の準じるところが多いと思われます ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。